皆さん、おはようございます。マーティン、ダーナム役部、キングタカです。今日は北朝鮮問題の話をさせてください。人口は半分減っていいんでしょうか？いや、よくないです。北朝鮮はですね、どんな国なのかわかりますか？これ、核、戦争よく起きたところで、まあ、食糧危機やエネルギー不足、貧困な国です。確かにミサイル発射した場所ですね、はい。携帯電話なかなか使えないです、システム変更でね。食事はもう貧しかったけどね、はい。ケンタッキー、マクドナルドはまあ一切ございませんが、アメリカンコーヒーは飲めません。贅沢はできないです。はい。確かに労働、あとチャンネル3つくらい。まあ北朝鮮はいろいろあるんですけども、問題がちょっとね、はい。国家はまあ、キム・ジョンイル総書記、朝鮮労働党指導して、まあ最高人民会議、常任委員会、その後は最高人民会に、まあ、いろいろ進出、選出してですね、はい、国に。これは問題になってますね、はい。北朝鮮は確かに崩壊してますね、いろいろとね、はい。やはりソ連の国家によって誕生したのが北朝鮮なんです。韓国、本当にね、ライバル関係ですね、はい。境界線あってね、はい。あとは、まあ、北朝鮮、まあ、和解は崩壊ですね、いろいろと、はい。これ、餓死者が多い国と言っていいでしょう。はい。政治がなかなか大変ですね。確かにミサイル発射何度かニュースになりましたね。はい。弾道ミサイル。はい。やはりね、日本はね、日本もよりも北朝鮮は怖いです。死刑が本当に。まあ、今後の対応は難しいです。はい。果たしてどういう関係になるでしょうか。ちょっとサクッと説明したのでここまでにします。バイバイ。